ひろぐべっちの穴。どうもひろこびっちです。本日のゲストは私が生まれ育った墨田区で区議会議員をされている佐藤敦史さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこういうふうに入ればいいんですかね。そうです、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんはというかこんにちはというか、墨田区議会議員の佐藤敦史です。38歳。そのあたりどんな自己紹介したらいいんだろうね。議員は一応14年目になります、ということですかね。25歳初当選で、当時全国最年少と言われたのは今は昔でございます。はい、という感じでよろしくお願いします。当時最年少だったんですね。それ全国の全国で、まあ、結局25歳からしか選挙出られないんで、そうですね、基本的にそうなるっていうやつですね。なんで議員になろうって思ったんですか？これはね、よく聞かれるんですけど、2つあるのかな。一つはもう単純に憧れ、中学2年生から政治家になりたいと思ってたんで、それはね、当時橋本龍太郎さんって国民的に誇る総理大臣がいまして、彼が私の中高の先輩なんですけど、当時現職総理でね、中2の時に全校生徒約2000人に対して話してくれたんですよね。それまで政治家なんて今度考えたことなかったですけど、先輩だから総理に誰でもなれるわけじゃないんだけど、身近に感じました。かっこいいなって思ったのが一つのきっかけで、その足ですぐ学校の図書館、学内の図書館行って、選挙ってどうやって出られるんだろうかってことを調べて、それで、あ、自分が25の時に選挙に出れるって、その日に調べ終わるんですよ。あ、なるほどなと思って、それが一つきっかけ。で、もう一つは、なので政治学科に進むんですけど、まあ、いろいろ私ボランティアやってましてね、それでいろいろ少年院とか児童相談所とか、そういう困れる子どもたちのためになんかしようってことをやってて、それでいろんな現場をまあ見てきたんですよ。で、そういう中でね、それがこう合わさったっていうのかな、憧れの政治家っていうものと、世の中のために何かしなきゃいけない、あ、これが政治ができるんだっていう、こういうことのために政治やりたいなっていうのが合わさって、それで25で本当に出たっていう感じですかね。へー、でもそれでもいろいろ政治家って、まあ、種類はたくさんあるじゃないですか。もともと墨田区の出身でしたっけ、佐藤さん。そうです、そうです、そうです。あ、生まれも戸川さんちの地です。生まれて育ってこの地元の政治家になろうっていう感じは結構自然な感じなんですか？うんうん、そうですね、そうですね、自然でしたね、それはね。だから政治家系でもなんでもないから、うんうん、いきなり国会議員だとかなんだとかっていうのは、あの、難しいっていうのは子供なりに分かってたんで、あの、生まれた町のやっぱ政治家になるのが現実的だし、その方が楽しそうだなと思って。うん、X の発信もめちゃめちゃされてるじゃないですか。今フォロワー5000とか超えたってこの間書かれてましたよね。はい、いろいろご批判もいただいてます。最近の PTA のことだったりとかで、ね、いろいろ盛り上がったりもしてます。盛り上がって、はい、あれは情報発信も結構意識的にされてるんですか？ます。ローカルなニュースって、ほとんど東京においては貴重な存在なんですよね。地方行けば、うちなんか北海道系の家なんですけど、北海道新聞とかね、札幌テレビとか、うん、ローカルなのを扱ってくれるんだけど、東京っていうのはほとんどその中央メディアだから、フジテレビとか TBS で東京のことってやらないんですよ。だから極めてローカルニュースって、東京ですらそうだから、隅田なんて情報はほとんど伝わらないんですよね。そういうの持ってるのは実は政治家だから、区議会議員だから、そういうのをちゃんとお伝えして、災害の時なんか特にコロナとか、そうですね、そういう時はもうものすごく発信しました、あれ使って、うん、そもそも政治家ってで、なんつったらいいんだろう、平たく言っちゃうと人気ない職業っていう、人気ない、なんか悲しい、悲しいけど、なんか政治家みたいなとこちょっとあるじゃないですか。あります、あります。実際されてても感じたりします？感じますよ、感じますっていうか、僕はね、学校の卒業式やなんかって呼ばれるんですけど、うん、私の母校なんか行くと将来の夢みたいな語るんですよ。12、3年出てるけど一人も政治家って出ない、ね、まずその点で認識がないでしょ。まあ好きか嫌いか分かんないけど認識がないですよね、うん、そういうものになるっていうことがないし、でまあご批判もそれ
いただくっていうか、そういうことだからしょうがないんだけど、そういう感じではあるんで、よく理解してますよ。そうですね。なんか人気ないっていうか、あんまり確かに子供がなりたい職業に入ってこないですよね。ならない。なんだろう、かっこよさみたいなのが足んないのかな。ああ、それでも大事なことかも。さっきの走りゆううさんの話は。ん。なんかっでこしよさ憧れってありますもんね。ょう。うん。でもやっぱちょっとリアル感がないのうん、はあそうるか。かもしれないですね。そうですね。うん。はい。なんかぶっちゃけそれこそ見た目問題の佐藤さん的なこうイメージっていうか、どういう問題にこう感じられます？そう、直感、その時の覚えてますけど、僕はほら、政治家やろうと思って法律学んだりしててね、人権、ヒューマンライツっていうのを結構敏感に見てきている方の人間だったので、それにパシッとはまるって、やっぱ人権問題の一つなんじゃないかなっていう認識だったかな。解決へのなかなか道筋が見えてこない問題かなって私なんか思うんですけど、その辺はどうでしょまあ、それはまあその通りだう？ですし、かね。でも人権問題ってそう一筋縄にいった歴史がないっていうかね、ってことじゃないですか。まあ時に血が流れてというのが人権の歴史でありましてね。まあアパルトヘイトだとか、南アフリカのこともそうだし、やっぱりそれ相当な時間がかかる。で、相互理解が進むっていう先には、実は始めた人はほとんども存命していないと。法画期っていうのかな、そういう問題だと捉えて言語化したっていう意味で非常に価値があると思うんですよ、この活動。そういう人が歴史で必ずどっかにいるわけですよね。女性の参政権もそうですけどね。日本において昔戦前はそれは、そんなものはないとされてきたわけですから、だけどそれを誰かがそういうものだと定義して訴え始めて運動するから変わるんですよね。だから最初に定義づけた人ってね、非常に価値がある。戸川さんたちはそういう人たちになるんじゃないかやった、歴史のな。教科書に載るかな。間違いなく原点でありますでしょ、それは。やっぱ最後は政治かなっていう気もするんですけど。そうだと思いますよ。政治家の側から見ますとね、はい。やっぱりそういうことが国民運動になってくるってことが大きいと思うんですああ。よ。政治の側で何人か、私も含めて理解者はもうすでにいると思うんですけど、そこがこういくら吠えたところで、それはごく数人に過ぎないっていうかな。そっか。そことこう連動する瞬間ってあるじゃないですか。キング牧師じゃないけど、国民世論と政治がこう連動するっていうか、そういう時に多分エポックメイキングで、そういう人権課題っていうのは急に解決を見るという気がします。そうですね。うん。このマイはい。ペースの活動とかを見ていて、まあ、それこそ政治家として。まあ、どんなふうにもうちょっとこうやったらいいんじゃないとか、あ、ここはいい感じでやってるよっていうのがあったら、ぜひ教えていただけたらああ、はいと思うんはでい。すが。私も網羅的にすみません、把握しているわけでないので、間いえいえ。違ったことだったら申し訳ないんですけど、一回座談会にお招きいただきましたね。確か、当事者の。あそこの、成平橋の駅2階かなんか上がるところ。だから、ああいうの見てて本当にいいなっていうか、そのピアサポートっていうんですかね、その当事者同士がやっぱり語り合うっていう場を作ってるってことは非常に素晴らしいことだと、この前もね、発達障害のことでも保護者会って作ったら、あれよあれよって50人ぐらい集まったんですけど、まあ、何人もね、泣くんですよ、涙流して。こういうことを聞いてくれて、理解してくれる場がなかったと。場があるってだけですごくいいと。それはぜひ続けていただきたいし、多くの人のやっぱり救われることになると思いますね。それで何、アドバイスとかを偉そうにしなきゃいけないんですか？ アドバイスって、まあそういう意味ではだからその逆なのかもしれないっていうか、より広く、まあ、閉じられた世界にどんどん入っていくじゃないですか、そのピアサポートってのをやるとね。だから、それを開いていくにはどうしたらいいのかっていうのは課題なのかもしれないけど、そこにどうしたらいいっていうのはなかなか難しいかな。もうやっておられると思うけそれリアルな場は確かにすごく大事。いすごく大事な場だと思いますやー、私、ね。このコロナの間ってほとんど引きこもりに近かったですよね。このオンラインがむしろ発達してしまったがゆえに、何でもズームでできちゃうっていまあう。確
もう会議もズーム、交流会もズーム、取材もズームみたいな感じで、全部オンラインでやってて、自分はリアルに出ていかないっていうのを3年ぐらいやっちゃったんですけど、いや、しみじみと思ったのが、どうでもいい話を会って喋るっていうのが、すっごい大事だったなっていうのは思いました。え、それってなんかやっぱ政治でもその感覚、そのコロナの時にはみんながちょっと思ってたとかが、やっぱ政治にも影響してたことってあるんですか？ありますね。やっぱり世論が分断していくっていうのかな。僕ね、すごく政治家として、まあ、14年目になって特に大事にしてるのは、こう、民意の反映っていうじゃないですか。民意の反映っていくらでもできるんですよ。言われたことをそのまま反映すればいいから。僕はね、大事なのは、ね、今、民意の統合だって言ってるんですよね。民意がどん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 分断されて、まあ、アメリカから何からそうですけど。そういう世の中にあって、この地域社会だとか国家っていうものが強くあるためには、民意がどっかで納得して統合されている必要があると思うんですね。アメリカなんか見てるともう真っ二つですよね。そういう国って本当に強いのかっていうとよくわからない。だから、民意を統合する仕事をするから政治家っていうのは。だから、まあある意味私は自民党ですけど、共産党さんも含めてね、話し合うわけですよ。そこにはやっぱりフェイストゥフェイスの関係があり、信頼があり、イデオロギー違うから完全には折り合えないんだけど、ここいだってのはこの街のこの国のためなんじゃないのみたいな折り合いって絶対できるはずなんですよ。人だから。で、そういうのを大事にして今もいるんですが、当時はやっぱそういうこともダメでしょ。政治家同士は一応オンラインで飲み会をしたことあるけど、まあ、政治は不十分。国民住民の間もそうであったしね。いや、3年で終わってよかったと思ってますけど、あれがずっと続いたらね、どんどん世論ってのはやっぱり今2つになっていく。確かそに。んな気がしてます。メッセージを一言お願いいたします。あ、メッセージ、ヒロコビッチの穴をご覧の皆さん、ありがとうございました。今日で何か伝えられたかよくわかりませんけど、皆さんの身近な、特に地方の政治家にこう目を向けていただいて、投票していただいた人をこう見ていただきたいなと思います。それで話しかけてほしい。何かやってくれでもいいし、やってくれなくてもいいんだけど、なんかそういう存在で、ご身近に使える存在だってことを分かってほしいし、ぜひ使っていただきたい、使い倒していただきたいというふうに思うので、政治家って皆さんの税金で雇われてますんで、そういうふうになったら政治も皆さん生活も良くなると思っております。あ、すいません、まとまってませんけど。とんでもございません。はい、ということで、本日のゲストは、この墨田区の区議会議員をされている佐藤敦さんでした。佐藤さん、どうもありがとうございどうます。もありがとうありがとうございございました。ました。皆さん、ありがとうございます。失礼します。失礼します。